配信台でお送りする予定のメンバーを紹介しましょう。まず第一シード、みんな大好きマイスター G。 いや、マイスター G の弟ではない、マイスター G の弟、ガクトさん、マイスター G の弟という噂のガクトさんで す、 弟です、ね、そして実は弟だった、弟らしい、弟らしいですよ、はい、本人が言うんだから間違いないでしょうで第2シード、弟を見つけました、第2シード、こちらも関東から記者さん、スネーク使いに転身した記者さんが、第2シードです。その後のメンバーが、これなんて読むんやろ、トッチーさん、トッチーさん、トッチーさん、ナミュスさん、ナオトさん、これオモナオトさんじゃないよねオモさんは OM ついてます、セッコさんで、イップルさん、マシポーさん、ナオさん、このナオさんはどのナオさんなんでしょうね。あー、カービィ使いのナオさんや。そう、スマブラはナオさん多すぎ問題ちょっとありません。あ、そうやねんな、スマブラ X の時は一人しかおらんかってんけどな、ナオさん、北海道のマリオのナオさんとかがここ最近だと、はい、この世界でただ一人隠しキャラであるカービィを使っているという噂の僕のスイッチにはちょっとまだカービィが出てきてないんで、カービィ使えないんですが、いやでも横京に関してツイートしてませんでした。いや、そんな覚えないですねそんな覚えないですね。僕は早くアップデートでカービィが参戦するのを期待してるんですが、ちょっと僕のスイッチまだカービィ出てきてなくて残念なんですけれども。いや、なんかあれじゃないですか、シュルクとかいうキャラ吸い込んだら参戦しません？え、吸い込めないけど何言ってるんですか吸い込めませんよシュルク相手に何をおっしゃってるんでしょうか。ちょっと隣の人、僕の分身のくせによくわからないこと言ってる実際質視力と小視力絶対吸い込めないでしょ、立ち回りで。え、あれ吸い込めたら、まあ、もう、まあ、そもそも勝つみたいな、それ吸い込めるんだったらわざわざ当てろよみたいな。そうね、あれは吸い込めたらまあ別かな。それぐらい一瞬とちょっとスイッチにはカービィ出てこんかな。はい。まあね、そんな感じに、4、6、8、9人かな。多分9人ですね。の、午後予選をお送りさせていただきます。まあね、何人かはね、名前聞いたことある、スマブラでもちょくちょくね、見てるメンバーなんですけれども、やはりね、スペシャルになったということでね、キャラが変わっててわからないんですよね。どんなキャラが出てくるんでしょうかというところもね、とても気になります。そう、記者さんとか特に前作クッパーロックマンだったんですよ、今作スネークなんでね、スネーク使ってますね。記者さんがまずキャラ替えしてるし、他の人もね、ナミさんとかね、スマブラ4ではニス使ってたんですけど、今回ニス使いなんでしょうか、またニス同キャラ戦が見えるんでしょうか、いろいろ楽しみですが、まあ、今作ニス強いですからね、ね、そもそもキングクルールのアイコンも見える、ジュディのリストだと、イッピーさんですかね、イッピーさん、はい、ジュディのリストだと、うん、さてさて、まあね、大規模なアブデが入ってから一発目の大規模大会と、確かにバージョン2もう一桁目変わってますからね、はい、ということでパックンフラワーを見るんでしょうか、コメントありがとうございます。いや、パックンフラワーなんですけど、うちのブロックでいたんや、いました。いたっつってもツムストさんなんですけど、ツムストパックンフラワー、いやでもツムストパックンフラワーなんかそのブロックの人がなんかパックンフラワーボンって出して、おいおいミラーすんのかみたいな雰囲気出した時においおい俺はタミスマパックンフラワー限定杯4位へぞって負けてますからね負けてんのかいということは、実質の人がパックンフラワー杯準優勝やったってこと、実質に実質にシードがね、関東勢のプレイヤー同士ということでね、確かにこのブロック関東関東ですね、シード高い対戦になるんではないでしょうか。同じ名前複数作れません、残ってますね、ダッドキーコン、歴者さん完全にファンキャラ、メガ使ってる、スネーク以外もちゃんと見れる、まあ、ありがとうございます。お、よかったよかった。ちょっと別キャラね、出てくるのか気になるところ、皆さんスネーク単キャラではないらしいですね。で、ですね、まあ今日ツイッチの方でいつも通り配信もしてるんですが、YouTube でもね配信してるんで、ぜひぜひ YouTube のスマホとのチャンネル新しく、作ったところなんですが、皆さんがマジで頑張ってくれてます。ホニキありがとう。配信そちらでもしてるんで、ぜひぜひご覧いただければと思います。
スネークの影響強くなるとは思わなかった。あれは強くなったというよりかなんかモーション通りになったってイメージ。おー、なるほどね。まあ正直あんまり違いは感じないですよね。今回ね、露骨に強くなったキャラってなるとあんまり弱くないかもしれないですね。露骨に弱くなったキャラ、なんちゃらクルールとかいうキャラがねいましたけれども意外とね調整に関してはまあまあ控えめというかね、まあ、あと露骨に弱くなった面で言ったらやっぱりダックハント、ダックハントね、ダックハントですかね。まあ何かしらの激励に触れてしまったのかもしれないですが深くは言うまい、深くは言うまい。なんかねリップダックハント、マルチさんダックハント使いがリップダックハント言うてんの面白いね。まあ、やっぱりね、なんかお手軽コンボを消そうっていう意思をね、ひしひしと感じるね。そうですね、お手軽コンボね。ルイージの空下があの対地ルイージもね、みたいですね。なくなったのも、あれ、お手軽すぎたんで、あまりにも。ああ、なるほどね。ちょっと練習すればすぐできるコンボだったんですけど、ただ、あの相手はあれがちゃんと変更とずらしさえすれば大丈夫だったんですけど、そしたらなんかスマブラ4のベヨネッタみたいな。相手がずらし頑張れば抜けれるけど、ずらせんかったらもうトレモと同じですぐ上の方に撃墜みたいな。全てのプレイヤーのコントローラーに激痛を与えるキャラだったので、まあ、あれはまあしゃあないかなっていう。予選等々も行っている方もいらっしゃると思うんですけれども、その中でね、割と最上位のキャラクターとかも調整が流れてる感があるんで、明らかに強すぎる技が今後調整されるのかなっていうような気になってるんですが、個人的に気になってくるのは月光河の下京とオルークの下スマパルデナンク上の子供リンクの海あたりは調整ヒットだと思ってたんですけど、まあ、いわゆるその技単体でもすでに完成されてる強さみたいな、振ってるだけで解決する系の技ですね。もちろんね、その技はね、そのどん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 使いこなすという意味ではもちろん好みはあるのかもしれないですが、とりあえず振ってれば強いという技とされる技ですね。まあ、パルテナクウエネとかも特に顕著でしたからね。判定撃墜用コンボ可能、うん、何でもできる、運び可能、持続長くて、なんなら空上で激突もできると、そう何でもできる、その技を送っていれば解決しちゃうという、まあ、とりあえずなんとか立ち回りはなんとか整うみたいな、うん、他の技もいろいろ使ってほしいなという意図のもと調整が来るかなとは思ったんですが、意外とそうでもなかった、まあ、もうちょい先ですかね、そこら辺は。その辺はどうなるんでしょうかと、いわゆる、まあ、いわゆるね、リップ、ベア、僕は見てます、言ってますかなり見てるようですが、まあ、リップ部屋でねっていうの数値がまあ一番母体の大きい数値なので、 その辺は、はい、あ、うん、いいですよ、お互い配信多分 OK、 そう、なおさんにかいいと思うけどね、なおさんちょっと聞いてみて、あ、ひがことさん、まあまあそう言いつつもね、他のキャラ別にその技だけ振っていれば大会優勝できるのかと言われるとそれは違うので、どういうね、なんか今後どういう発展を見せていくのかというのも気になるところではありますね。まあまあそんなことを言ってる間に準備が整いつつあるようなので、え、ガクトさんとナオさんちゃうよな、ナメさんじゃないと、はい、ガクトさんと配信台がガクトさんとナオさん、はい、あ、ナオトさん、あ、お前ナオトさんですね、そうね、と、はい、失礼しました、申し訳です、はい、配信第1試合目早速お送りしていきます。ガクトさんとナオトさん、とうとう同士ですね、うん、上しこって DA しながらつかみできるんだっけ、そうなん、今回できるんですか、できるようになったんですか、 DA つながるようになったというのは僕は聞いてるんですが、スカスカでしたからね、うん、僕、あの
バージョン1のロイシコ見たことないんで、そうあまりにもなんか別キャラすぎて見ないんですよ、ね、マジで見たことなくてバージョンその どう変わったのか分からへんっていう、いや多分使い手にしか分かんないし、あそうなんや、なんか結構いい感じに、あの桐原さんですらなんか諦めて、かけてたキャラなので、うん、結構いい評価を受けて、そうですね、そういう意味ではロゼッタのチコはあの数少ない、えナオさん、ナオトさんじゃなくてナオさんだよね、だよね、が配信、はい、ナオさんはどこにおんの、あ、はいはい、あ、バクとナオですね、はい、配信します、大きな変化のアップデで大会的にも良かったです、まあそうですよ、それはあるかもしれないですね、なんか露骨に何もかもなくなりましたみたいな調整だとね、そのね、なんと言っていいか、発売直後のなんかあんまり手探りの大会と変わんない大会になっちゃうから良かったかもしれないですね、それね、全体的にアッパー調整だったのも割とありですね、一生前バージョンが開拓してたジャンソン、すごすご、ジャニキマジ、ジャニキね、一生開拓してたの、ジャニキやるな、ジャニキ頑張りやすい、偉いな、確かにね、だからルイージもね、なんか新しい速縮見つかったけど俺にはちょっとまだ難しい、ちょっと難しい、うん、68番台っていうわけすごいな、スマホ頭70台ぐらいモニター用意できるようになったんやな、結構規模やばいですよね、結構でかい、70台すごい、1ブロック4台使ってます、そう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 、今までじゃ考えれなかった、はいね、3ストで8人9人とかで予選を進めようと思ったらそれぐらいいるってことなんですね、準備が整ってまいりました、あ、それあの XY スタートであの抜ければ多分1ピン2ピン入れる、コート1がナオさん、コート2がガクトさんかな、あ、コート1がガクトさんね、はい、ガクトさんか、あ、隠しキャラのカービィ笑った、行きましょう、スマ第2回スマートスペシャル20ブロック配信1戦目、ガクトネス対ナオカービィ、このカードは、どうなるでしょうか、正直、えっいきなりなんかサイマグネット、サイマグネットとかいうコンボあんの、マジか、本作ありますよ、実はあるんですね、本作サイマグネットのあと全体フレームがこんな感じですげえ減ってんすよ、早くも下京転倒からもう一回下京は出てしまった、ちょっともったいない、クリトルで反撃、ナオカービィ上京回避を見ようとしていたが、ネススカイは必ず空中ニュートラルを振るという傾向がある、強いですからね、コラボレ、そうですね、空中ニュートラル優秀ですよね、あ、ちょっと怪しい、あ、冷静に復帰、ガクトネス、そして空中ニュートラル、いいですね、下スマッシュ、怖い、空下うまい、空中上までつなげてコンボ、火力ラドレー5分ですよ、意外となんかカービィ4の頃から触った時の火力は随一ですからね、なんだかほんまか、音吸い込みうまい、しっかりとクーダーを使って、あ、これは回避を見たかった、さすがに大丈夫やんな、これで撃墜した、 PK フラッシュ、あと隙なくなってて PK ファイヤー、これは危ない、 PK さんだ、ここリターン選択したバクトネス、空中ニュートラル、あ、クッション、まだ大丈夫、撃墜せんのかい、復帰阻止いけるかいけるか、これは行ってし、でも行ってしまうと、あ、これは弱ですね、前回弱を選択ですね、後ろの上袖に出すかと思いましたが、意外といい勝負、 DA めくって、まあやはりカービィキャラが人口が少ないので意外と最初ネス側も手探り手探りになるところがあるかもしれないですね、先制したのはなおカービィ、カービィお前あるのか、空手のしゃがんでた、一騎打ちに一勝、ここで復帰、うまい、空中前で潰していく、お見事、2段ジャンプ空前 の壁感やばいですね、うん、前投げから横空中前なんとか3段目まで当たったが、あ、うまいぞ、これはなるほど、下投げを選択ですね、 DA 空中前、空中前、空中前、スマッシュ4、空中前広いぞ、右サンダー、あっという間に火力逆転して、この運び力、えっ、うまい、
ここは PK さんでも使わずに復帰、ウドバヒでしっかりと帰っていく。空中前、空中で反転して、あれなんかうまくない？崖奪いも狙っていったが冷静ガクトネス。さあさあ展開いい勝負ですよ。これ掴み届いてる。空下しっかりと空後ろで反撃。空後ろ崖見てもにはならず、空中後ろこれは間に合わず空中ミドルで反撃。さあターンを握ったガクトネス。ここから空中ミドル崖上がりもしっかり刈り取って、パーセントリードはしかしなおカービィ。ファイナルカッターが意外と強くて、空後ろ同じと空後ろ同士だったが位置的にカービィは助かって、うまいめくってる。回避を見た方横強、なるほど渋い。意外と後スキのないシリーズが多いんでカービィ、あこれは帰れない。先ほどと同じように空中前で追いついてゴーですよ。いきなりシード食いが見れば掴み通して空した回避通したガクトネス面白い。空中にたる後ろ側に回って DA 通して 26% 対 35% 回避面白いめくり方。空中前刺さって空中後ろ入らず、空中前とお互いに中距離の読み合い、うまい。しっかりと空だから吸い込み通してるカービスカイ。45% 対 50% 完全五分ですよ。さあさあ空中前3段目刺さって空中後ろうまい。しっかりとダッシュハンティングショートジャンプ空後ろ、サイマグネットから空中前叩き落とし、ジャックジャックジャック。コンボは負けてはいないと。ガクトネスやはり一流のネスカイ、一歩も譲らず。ここでいきなり負けるゲンゲット掴み通ってリードしている。そろそろ空中が怖いか。 PK さんだ、しっかりとリターン取ってカービィ側も怖いぞ怖いぞ。ガードから空中前、これはしっかりと我慢していたガクトネス。しんどい展開、帰るか帰るか。早めのファイナルカッター 108% 対 97% 全く分かんない。なんと空中前反転して当てていく。面白すぎるぞこの試合。空中後ろかすがて、空中前空後ろ大逆転。かなり追い詰めましたが最後自力、いやーいい勝負でしたね本当に。我慢しきったガクトさんに軍配というところですね。どっちが勝ってもおかしくなかったですね今のはね。面白かったですね。ストックに関してはもうずっとナオさんリードでしたから完全にね。1試合目からなかなか面白い白熱した試合が見られました。カービィもしかして強化された？カービィもしかして実在した？ごめんでも強化された部分が見られなかった今横強もストーンもバーニングも出んかった。バーニング1回出た、1回出たね、1回出たね、バーニング1回出た。そうなんですよ、バーニングが当たってたら激痛やったんですが、バーニングがめくれるの偉いね。うん、ちゃんとそう、バーニングめくれるのは偉いですね。初代のカービィは壊れてたからな。初代並み、そうですね、初代はね、カービィが結構まあやんちゃしてたからな、お手軽に強いキャラ感はあったんでね。やっぱりね、本当にカービィ触ったらね、触るまでがしんどい、本当に。触ったら強い、なお触れない。一等身キャラ。そして意外とニスはそうですね、ダッシュが遅いので、で、空中から差し込まないといけない分、読み合いに付き合ってくれる分、カービィもしかしたらもしかするかもしれないですね。まあ、実際もしかしそうでしたけど、やはり、あそこの空母は、さすがっていう感じの空母でした、そうですね。最後はね、本当にガクトさんが我慢に我慢して空中ニュートラルから展開を取って空前外に出してプレッシャーを温めつつ食いでしょう。ネスはね、ネスまとめするやつなんであんなに嫌われてるんだろう。これがまさに初代のカービィと一緒の理由だと思いますね。やっぱ強さと PK ファイヤー、やっぱりそのどうしても初心者同士というかガチ勢じゃない相手同士だと強く見えちゃうんですよね。カービィも厳密に言うならば最強キャラではないので、64のカービィも最強キャラはブチギレでピカチュウで、2番目がフォックスかなんかやった気がするんですよね。フォックス、ファルコン、カービィやったと思うから2番目争いが、ピカとフォックス4番目ぐらい、4番目か、フォックス4番目か、そうピカ、カービィ、ファルコン、フォックスがしてるの、うん、その中でもピカがダントツでカービィ、ファルコンが2位ぐらいで4位がフォックスみたいな感じですね、うん、初代はっていうところなんで、
ナビさんと、セコさん OK です。まあそういった理由ですかね。割と分かりやすい強さを持ってるから嫌われやすいという雰囲気はあると思いますね。ジュディが PK サンダーで、 PK サンダー、ジュディが日本語うまく、どん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 上手くなってる。ジュディ本当に日本語、たまに日本語めちゃくちゃ上手いツイートするけどあれなんか翻訳してもらってるらしい。あ、そうなんや、翻訳してもらってるんや。へえ。それでごめんごめん、何コート、プレイヤーカメラ OK ですか？ OK ですか？プレイヤーカメラあるんですけど OK ですか？続いて2試合目の配信いきましょう。ナメさんとセッコさん、はい。オンラインの飛び道具キャラは復帰弱者には合うかな。復帰弱者には強いから強いです。大丈夫、オフラインでも強いです。大丈夫、オフラインでも辛いんで大丈夫です。続いてナメさんは、ナメ、ね、さんは前にSSPYやったんです。ポケトレですね。ポケモントレーナー、なるほど。ゼニガメ選択、そしてセッコさんがルカリオとポケモントレ、ポケモンバトル、ポケモンバトルですね。野生のルカリオ対解体されたゼニガメ、ナメゼニガメ対セッコルカリオ。立ち回りはやはりゼニガメ非常に強いと思うんですが、シャツから下投げ、空中前選択。いくら火力低いのはこの投げからの安定火力が取れるっていうのがゼニガメの強みですね。やっぱりそうですね。ゼニガメ下投げ、空中上ビート、なんとかスーツサムスメタなんとかみたいなコンボができるんですよね。ここで不思議そうにポケモンチェンジ、うまい、しっかり見て、あーうまいですね。ポケモンチェンジでうまくやり過ごしていく、面白いですね。やはりポケモントレーナー、ポケモンチェンジとかどのポケモン使うかとか本当に人によって違うから違いが出て面白いですね。ここは横 B で拒否していって 61% 対 43%、 若干リード、あー引きつかみ通して、これは上 B 狙っていって弱から今の余命が面白い回避着地。まあでもルカリオ側からしたらこの辺は予定調和というところでしょう。おーっと危ない。まあ、こっからなんか本番って感じですけどね。ですね、不思議そうに掴まれたらルカリオ側も嫌ですね。溜めていって空下波動弾 113% 対 70%、 これ空後ろ食らったら嫌ですよ。ジャストシールド、先ほど2連続3連続で決めてますね。新速で復帰、ダウンはせずジャンプ使って、はばかった波動弾、飛び道具待ち合い、横 B かな、今掴んで後ろ投げを選択、もうコンボはないか。ここで慎重に行きたいのは波トレ側か。全然うまく喋られへん早口言葉みたいになってる。あー横 B 発球のビームでかすぎる。これは掴んだ、後ろ投げ撃墜、これは美味しい。ストック先行、かなり有利になったか。いやしかし相手はルカリオ、残り1ストックになった時の爆発力、この時点でも波動補正が若干乗ってますから。上スマッシュ、これは掴んで空中へ入らず、もう一回掴んでガードで固まるところを読んだか。 65% まで詰めてリザードンにチェンジ発見。今のはリザードンに変えたから撃墜を免れそうですね。素晴らしい判断かもしれない。なるほど、波動弾からプレッシャーかけて後ろ回避に空後ろしっかり合わせて 65% で追いついて、これは意外と好きないシリーズ、波動弾 18% 美味しい。横強、このゼニガメの横強ですね、非常に強いですね。割と振り毒っていうみんな言ってますけども、ポケトレ使えば、まあ、当たった後にダウンしやすいっていうのがありますね。そうですよ、あとねなんか DA 繋がりそうなんですよね、横強から。あと全体フレーム短いのもいいですね、本当に優秀、素晴らしい、リーチも長いし、うますぎ、葉っぱ買ったから空中へ、なるほど、確定ですね。ストックリード、やはりナメポケットは不思議そう、白くといったところか。前回通って空下は惜しくも通らず、空中下から空中メタルでしっかり反撃、新速で崖にうまい、一旦仕切り直す、セッコルカリオ、上ビー新速、危ない、メテオが待っていた、うますぎ、空後ろ、ここで撃墜できるか、セッコルカリ撃墜した3人、すごいプレッシャーが
波ポケトレにかかっていく言ってたら横スマで不思議そうは消し飛んで後ろ投げ、しかし撃墜力はリザード持ってるぞ。空中前危ない。 111% 対 17% 波動弾47 30% 近く食らった。2ヒットでこでって、おっと影分身を狙っていった。これは帰れる。なんか怪しくない、怪しくない。どうなる波動弾当たって、もう分からんぞ分からんぞ。うまい、面白い、まだ大丈夫。これは食え、撃墜。先ほどに続いてヒリヒリするような撃墜レース、勝ったのはナミポケトレ。セッコルカリアの追い上げ、凄まじいものがありましたが、やっぱルカリアを見てると本当に何が起こるか分かんないの、分かんない、やってる側としてはもう心臓バックバックなんでしょうね。分かんないんだよな本当に。この空ごとか横スマが当たったら消し飛んでしまうみたいな。さあさあ、あまりにも配信向きなキャラクターだ。配信2試合目にして我疲れてきました我疲れてきました。もうおじさんやからな、配信前ナンバーワンだよな、このキャラ。やっぱり個人的に好きなのがスマブラ4なんですけど、うん、あの上村なんだっけ、関ヶ原、はい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 、あのツールカリオが飼育6ためぐらいしたやつあのコメメ飼育、エイム飼育、ボッコボコにしていったやつあれマジで面白かったあれは見てて、あなんかこのキャラやべえな。団体戦のルカリオマジで強いからな、スマブラ4のシステムでスタンスターですか、マジ強いからな。これは波動補正に超乗るわ、うん、そうなんだよ。続いてこちらの配信台では誰が出てくるでしょう か。多分これ滞ってる感じなのかな。進行補助しようか。ガクトブロック一体どうなってしまうのか楽しみですね。そう今回ね、あの進行台 の、 あの1ブロック、2、4、6、8、10人ですね、最大10人なんですけど、1ブロック10人に対して4台、最大でモニターが用意されてますので、結構進行が早いんですよね。でそれでこんな感じで、あのいやもう実はもう他の3台ではもう進めてるけど、残り1台配信台とかが空いちゃってて、いやでもその3台分の試合が開かないと誰か1人ダブっちゃうみたいな試合があるんですよね。大阪に今楽しみ楽しみですね。スマバト開かれたらぜひ来ましょう、ぜひ。やばい、ジュディがなんかすごい英語で喋ってる。あ、オッケー。じゃあガクトさん来ましたね。ガクトさんとマシポーさんですね。さあ配信台、さあマイスター G の弟との噂のガクトさん、マシポーさんベヨレッタ、さあ珍しい、さあスマブラ4にて猛威を振るったこのキャラクター、そして変わらずネースを選択。さあ行きましょう、ステージャー終点バージョン2、この曲好きですね。さあ前差し込んで下投げから空前、もう一回投げて前投げ選択 39.7% 下今日待って待って、下今日だけでなんか 10% くらい入ってんけど。さあ横今日渋って
さあ PK サンダーの帯が強い。さあ弱弱弱で反撃、帯を狙っていく。じゃあぶつぶした割ですね。さあこれまず壁を跳ねさせて復帰を伸ばしていく。112、おっとベクトル変更がちょっと間に合わなかったか。いや吹っ飛びずらしですね、本作は吹っ飛びずらしですね。呼び方はさあ空中後ろがジャスがしているがめくっている。すでに横移動強い相変わらず。さあ空中前空中前空中前空前のセレナーで、さあこれは復帰は狙っていく。この PK さんの圧ですね。ちょっとでもベオネッタ側の復帰を見せてしまえば反対側に飛んでいってしまうような当たり方の PK さんのアタックを狙っていく。さあ空前からこのサイマグネット当て方、あ完璧ですね。さあサイマグクエヌ、サイマグネット感性が残るので感性残しつつ横感性を残しつつジャンプの行動を上げないんですので、おっと これは開始1分30秒、とてつもない速さで PK さんのアタックまで決めていってガクト選手勝利でございます。いやもう幾度となくスマブラ4でいたガクト PK サンダーですね。オビアテ PK サンダー、さあ完璧な撃墜択をこれでもかというほど贅沢に見せていくガクトネス、いいですね。さあ続いて配信台行きましょうかね。誰が来るのか。空前サイマグとかいう空前着地サイマグとかいうコンボを誰が開発してる？ガクトさんもしや開発？いや本当になんかガクトネス開拓感じますね、ものすごく。そうクラシックガクト、イエスクラシックガクト PK サンダーアタック。 PKTA 見るとねガクトネスだーって感じしますね。ファースト2-1、イエス、BO1、ベストオブ1、ファースト2-1ですね。あ、さ、BO1 じゃなくて、ファースト2-1なのか。BO1 の時は。イエス、イエス。ファースト2-1。続けて、ナオトさんですね。セッコさんですけど先ほど入ってくれてました。さあはたまた来るのかルカリオ。さあルーシア復活、進行補助、進行補助、進行補助ありです。はい、続いて、ナミユさんとナオトさんかな。あ、ナミユさんかな。ナミユさんとナオトさん。さっきね、配信外でナオトさんが、汽車ロックマンをラスト3秒のところでまくって倒したんですよ。タイムアップカードしてたのか。タイムアップカードしてた。ナオトさんスネーク。スネーク使いですね。ナオトさん右の方ですね。はい。ナミューさんはもちろん変わらずポケモントレーナー、スネークポケトレ、さあスマブラ X、 つかみ抜け DA は見るんでしょうか。そんなことあったんですか、スマブラ X。 あった確か。DA はどっちの DA ですか、スネーク、スネーク確かゼニガメに対してつかみ抜け DA が確定したような記憶があるんだよね。つかみ抜けとかいうシステム何なんだろうな。何なんでしょうね。さあナオト is right player、 ナミュ is left player ですね、カメラの。まあスネークに対してスターター誰出すかっていうところでしょうね。ナミさん悩んでますね。
っぱりスターター若干大事ですからね。28フレーム確かポケモンチェンジ全体。ああそうなんや。確か全体28の無敵1から26、うん、後隙方法もないとはいえ、まあ、2フレームの隙が出ちゃうのって全体見られたらね、そこになんかちゃんと攻撃置いとけばというところではあるんでしょうね。ポケモントレーナーって人気あんの？ポケトレどうなんすかね。やっぱりそういうコメントが今あったけれども、ポケモントレーナーはやっぱり不思議層の撃墜力はやっぱり高いですね。キャラによってガチで相性変わるんですよね。メタナイト使ってるとね不思議層めっちゃ楽なんですよ。でも他のキャラ使ってると不思議層めっちゃしんどいんですよ。そう不思議層はディオさんも悩んでましたからね、あの古豪のステーク使いで、メタナイトで触ってるとリザードンマジでしんどいです。体重差がそう、リザードン単体で言うならリザードンの方が有利まである。なるほど、ほんまにそれぐらい。不思議層はめっちゃ有利、ただゼニガメもちょっと有利、総合ちょっと有利とかもあってんねんけど、まあまあまあ見ていきますよ。スネークの対ポケとの相性はどんな感じなんでしょうかというところでね。ガンダッシュ面白い、非常にあれですね。空中前爆発して、ここで不思議層にチェンジと。なるほど。あ、スネークといえばね、このサイファーを使った状況のリセット力ですね。これが非常に強いですね。これを使いこなせるかどうかで、スネークの着地が非常に大きく変わってきますね。集団とカッパカッターが相打ち、笑う。この感性の乗り方も強いんですね、スネーク。この空中ダッシュを使った、非常にね、やっぱり集団周り。あ、うまい。うわー、まだ何もわからない。うまい引きつかみからしっかりと手榴弾出していた、掴み打撃で手榴弾起爆して相打ちですね。いいえ、ニキータうますぎ、分かっていた。フリアドライブ、この辺は波ポケてる。先ほどからポケモンチェンジがうまく機能してますね。うまいよ、植木をしっかりと当てて、ニキと言われていた植木ですが、逆美しい足と言われておりましたが、まあ、3キャラ使えるから飽きない楽しい、全くそれは確かにね、言うとですね、ファイターとの違いありますね。まあ、その分3キャラ使いこなさなあかんから難しさがあるというところはね、あると思いますが、で前に引きつかみから前投げ、一気に 89.7% 大幅リードのアウトスネーク。手榴弾投げて効果は抜群。さあ炎タイプ、あーステップからの横、このダッシュですね、ダッシュからの横向き怖すぎる。ここはサイファーに対して空中上でお仕置き、不思議層も草タイプだけの爆発はできる。シュルダとニキータどうする、 DA 通って、これはしんどい、ジャンプ完全に読んでましたね、先ほどのニキータの軌道。不思議層の軌道的にニキータ受けるのは厳しそうですね。ただいさえ受けれないから、ダンジャンプキャラじゃないとちょっと厳しい。空中前、この手榴弾を設置して横 B にリスクつけると面白いですね。うん、ゼニガメの立ち回りの方が結構すでにいけそうな雰囲気はあるんですが、上京から空中へ繋がっていますね。お面白い、横 B、上 B ですね。あの技鶴の鞭ですか、おそらく鶴の鞭っていう、まあ、B 技なんで多分ポケモンの技名基本ついてます、ついてたと思うんですけど、多分鶴の鞭だったと思う。ほんまに鶴の鞭、あれ威力40しかないはずないけど先端やばいんだよな、威力5万ぐらいね、あれ。パッパカッター、パッパカッターはな、急所に当たんないんだよな、急所に当たんないですね。空中に当たる、最初に当たらず、スネークどこまで拒否できる、 DA 飛び込んで、なんか見えた、スロムシ狙っていって、ミキャラですよって言われた、3キャラ使いこなすって言われた。バカキャラカーテンの友達おるからな。ドンザーリ誰でしょう、ドンザーリはちょっとな。 92% 対 167% ちょっと苦しいか、マミュポケトレ、マミュ抜けたら主流だな、あっ死亡だ、なるほど。勝ったのはナオトスネーク、1ストック使い切って撃墜しきるという選択肢ですね。お見事、あの C4 の判断うまかったですね、うまいですね。あれはもう鶴の鞭来るだろう、読みでも先に C4 落としてましたね、うん、さあ完璧な地タイプ、意外とねゼニガメは対策いりますよ。ゼニガメやっぱり速いのが強い、対策いりますよ、速さは強さですからね、立ち回りは立ち回り強いんで。
あと横見てしっかり踏めるかとか大事なんで。そうね、実は空中で踏めるんですよ。踏めます。はい、この間なんかの配信で起こったんですよ、うん、あれだ、修羅村だ。あー、起こったんや。修羅村で、昔、リトルマック使いだった、サさん、あー、サさん、ひともじさん、ひともじさんが、ポケトレ使ってて、で、カラオエグピチューが、で、ポンポンでジャンプしたら、なんか空中で横火踏まれてて、そうですね、一生なんか撃墜、下のライン撃墜するまで落ちていって、こういうことなんだみたいな。そうですね、あんまりね、ゼニガメの横火はね、しっかりと踏まないといけないんですよ。踏んだら何でも入るんで、横様最大ホールド確定なんで、いろんなキャラの魔人剣がかかるぐらいですか。余裕でかくります。さっき岸田さん来ましたね。配信初登場かな。そうですね、岸田さん。おっと、今回出てきたのはロックマン。ナミュさん続けですね。ナミュさんと配信引き続きナミュさんが登場で、記者ナミュで対戦。ロッキーね、さあ奪われましたからね、例のあれを。メタブル落としね、豆リーフシールド、豆豆豆ジャンプリーフシールドキャンセルが弱体化を食らったということですかね、この辺はね。まあ、多分弱体化部分というか、そのできなくなった部分はそれだけなんで、それ以外は全然変わってないですね、ロックマン。うん、実はロックマンあんまり見たことない。 1.2.1 のロックマンはあるかな、あんまない。え、やってないですか。あんまりない、 2,3 回ぐらいしか見たことない。 1.2.1 のロックマンはちょっとヤバかったですね。ジャンプをスタッツ技でキャンセルできるんですよ。はい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 、はい、だから豆豆豆ジャンプリーフシールドが確定してるんですよ。それか、それがちょっとヤバかったっす、ね、ノーラックロックもしゃべるから。あー、なるほど。じゃあロックマン対ナミポケトレ、どのような試合運びになるんでしょうか。ゼニガメの姿勢の低さですね。今ロックマンの空襲を避けた疑惑がありますが。なるほど。ヨービー、ゼニガメのヨービー、技なんていうんですか、技名なんていうんですかね。ゼニガメのウェビー、ヨービー、ヨービー、ヨービー、あれなぜかめっちゃすごい移動速度なのに空にこもるだった気がする。あれ空にこもるなんや、どうかしてるぜ。空にこもる、防御1なんか上げるだけなのに、なんかすごい素早さで動いてるから、ほんまに空こもってんのかこいつら。空こもってるけど、不思議そうにチェンジ。静かな立ち上がりですね、やはりお互いに。あっと危ない、マメ。あ、面白い、空中後ろからなんか掴み繋がってそう。リザードが出てきてメタブレ落とし、ここはロックバスターで対抗。パーセント5分 68% 第 71% 露骨に空母センター狙ってますね。やはりね、リザードといえばね、リザードといえばこの空母センターみたいなのもありますからね。当たれば本当に、ね、しっかり掴んでるぞ。全部の空中後ろの中で一番強いのであるんじゃなかろうか、下手したら。どうかな、空後ろ強いやついっぱいおるからな。そう、やっぱ空後ろ強いキャラも全員強い、グラでもおるからな。特殊でも最強レベルかもしれない。待て、その空母センターとかといい勝負してそう。もっと飛ぶんちゃうかな、多分もっと飛びそうやな。なんか確か前にその空後ろ全部飛び調べてた人おったけど、ね、あー確かに、ロンさんっていうね。あ、まい、おっと空撃後ろ。さあ、このキャラも空中後ろが実は強い。言うてたらね、空中後ろ、言うてたら空中後ろ飛んでくる。ここはジャンプ上がり通った、うまい着地がしっかり掴んで空後ろ、空後ろ、素晴らしい読み掴んで空後ろに投げてターン継続。ちょっと苦しいかな、ミルダもたまらずゼニガメチェンジ。ゼニガメでロックマンを撃墜はできないと踏んで、すぐにポッ、不思議そうにチェンジと、うまい掴みから後ろ投げ、エフェクトできたものの、うまい、メタルブレードでしっかり嫌がらせから、やはり影は不思議そうか。空中へジャンプを読んでいた、スライディングを見せてリーフシールド、着地が終わったからもういいよと。 159% 対 89% ちょっとしんどいか、ナミポケトレ。さあ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 、リザードに変えて空中に対して空中しろ、来ましたね、空中しろ。天下の宝刀、リザードに出れば、そしてよくやった、戻りリザードン、出番終了、頼むぞ、ダメというところで、ダッシュ、ガンダッシュ、後ろ回転したら上級を頑張っていったか、後ろ投げで結構飛ぶ、やはり全員がめかるですね。もういい、全員が戻れ、いけ、後ろ、後ろ、後ろ、頑張れ、リザードン。
もういい、戻れ。リザードくん、相手が、はい、相手のパーセントがなんか赤くなるとすごい生き生きとして出てきますね。相手が弱っている、チャンスはリザード。菊島へ、菊島へ引きつかみ通って、記者ロックマンペースを握ってきたか。菊島やばい、めくり分かってる。なるほど、めくり分かってないと出せない速度でしたね。そうですね、まだ分かってないと出せないですね。この空中前のめくりですね。今度はダッシュつかみをしっかり確認して、なんとかターンをまずはつかめなきゃいけない。前回避読んでる。最後の流れ凄まじい。ニーストックになってからダメージをもらわずに勝ち切った記者ロックマン、お見事。これが前作からのロックマン使いということか。やっぱロックマンがあのキョロキョロした時のあの、あ、これは来るなっていう感じがありますね。確かにね、あ、やっちゃったっていう毎回ね。ちょっとトイレ行ってくる。はいはい。いやあれはね、やっぱなんかストックさ開いてると圧がありますからね、本当に。まあその圧をかけて無限に回避を見ている記者ロックマンに一歩軍配が上がりましたね。倍なのに一歩ってなんだよ。さあ続けてプール20、続いての配信台はどうなんでしょう。さあ記者さん、前回のスマバトではねスネークほぼほぼ一本だったと思うんですけど、しっかり前作メインのロックマンを使ってきましたね。やはりこのゲーム貯金は捨てきれないんだよな本当に。だいたいなんかみんなスマブラ4で使っていたキャラからキャラ替えしても結局なんかスマブラ4のキャラに戻ってくる現象みんな起こってると思うんですよ。ファルコン使いを除いてファルコン使いを除いて、まあ、ファルコン使いの中でも特に西谷さんは使ってるんですけど、ファルコン使いなんかみんなくら替えしてるイメージありますね。さあ配信台記者さんとどっちさんです。記者どっち、ストップバトル。さあダートキーコン、おっとパックフラワー、おっと来るのか。ついについに来ましたね 2.00 新キャラパックフラワー。さあパックフラワーに当てるキャラはどっちなんだ。さあスネークを選択。さあスネークパックフラワーどんな絵面だよこのゲーム。さあスマブラ以外であり得るのかこの絵面。さあスーパーマリオブラザーズで幾度となくマリオを苦しめたこのキャラがメタルギアソリッドの主人公と相まみえているこの状況。そうそう、パックフラワー参戦なんて誰が読めたのかっていう。さあパックフラワーのこの NB なんですが、 NB 長押しするとふわーっと上に浮かせて、そこからスティック入力で相手の方に倒すとそっちの方向に、敵を飛ばすという技になってますね。これは多分 あれですね、マリオブラザーズ原作 この鉄球を飛ばすパックフラワーがいいんですよ。それの再現でしょうね、おそらく。さあ DA 通して、さあ上スマ火力リードはなんと、いやこれは飛車スネーク。さあダッシュのモーションちょっと面白い。さあ飲み込んで空中しろ、発生は遅いが判定は優秀。さあ火力いつの間にかトッチパックフラワーリード。さあ落としてパックフラワーオリオン。さあパックフラワーいますよ、トッチさんはパックフラワーいますかね。さあパックフラワー、ね、配信映えしますね 2.00 新キャラ。さあ横スマこの黒くなるのがちょっとかっこいい。パックフラワーの技名知ってる人も募集します。パックフラワーの技名実は全てスマ知識に載ってるっていう。うすやん、そうね、しかも全部使い方までちゃんと書いてある新キャラやから、その辺はちゃんと、はい、配慮してる。そうそう、横 B とかポイズンなんちゃらじゃなかったっけな、あ、そうだ、NB あれフーフーパック、これフーフーパック。バカだ、あそこネプレイ確定じゃない。これ横強確定のパーセントですね。まあパックフラワーやからそのまだ調べてきてないからです。え、NB 発生早だ、ガンダッシュフーフーパック
ガンダッシュ夫婦パックの実らの面白さなんで空中しろ、空中しろは多分技名はあるんでしょうけど、あの攻略本に多分載ってない。ファイヤーパックの技だそう、パックの A 技これ多分攻略本に載ってないのちょっとかわいそうじゃないですか。そうなんですよ、この攻略本出した後にそこパックがあったから、その技名とかあると思ったんですけど、技名したやつもしかなかったですね。 B 技は載ってます、まあ、そもそもあの技のキャラクター選択画面で見れるけどね。 B 技は全キャラ、B 技はね全部見れますけどね。 A 技はね多分載ってないの何個かあるはず。え、あれ飲み込めんの？そうそう、あの B ボタン長押しするとこのずっとこう上下するんだけど、鉄球がそんな B ボタン離すと、あ、よく飛びすぎ。え、そんな飛ぶ？これはフラワーあるのでは。歴戦の重さ、飛車成功、空か。さあレガワちゃん早い、後ろ投げ 12.3% 入って結構火力高い。 12.3% まあまあああ回避してる影響分かってます。うまい、重いぞバックフラワー。バックフラワー重さ112。サムスは出たらいいな。サムスよりあの数値ではちょっと重い。あ、数値ではちょっと重い。確かあのサムスは数値108とかで、こいつ112とかだったケースですよね。うまいよ。あ、弱暴れと弱2フレです、こいつ。はい、早い、実は早い。あ、うまい、手榴弾でパック、若干重いですよね。そう、夫婦パック対空できるんですよね、こんな感じで。あ、おそらく横強。いやいや、毒斬りのせいで何度も保証か全然わからなかったけど、多分おそらく横強でしょうね。そうですね、今の横強です。さあめくってる空中 N。 溜めてる下すまマジ A やな。後スキゼロですね、思ったより。これはすごいぞ。あー怖すぎ。あ、なるほど、飲み込んだ後でもモーション中でしたらスティック離せば敵を吐けると。なるほど。え、これはすごくつかねえかな。空中へガッツポーズ。さあトッチーパック。知らねえよと。さあ、岸田さんも本当に知らねえよと。いや、そりゃ知らんぜ。知らんわ。いや、俺も知らん。俺も知らんぜ。しかし、2日でここまで使いこなすか。いや、なんか、トチーパックフラワー。トチーパックフラワーなんか、1ヶ月ぐらい使ってません、このキャラは。1ヶ月ぐらい使ってません。いやいやいや。これはなかなか。いや、あれ、ジャンプ避けはあんまし、したくないというか。いや、してもいいんですけど、あのパーセント前はちょっと上にレギもとっても着地かられて撃墜する可能性があったので、おそらくまあ大丈夫だろうと思ったところに唐突な空中で。え、もちろん、いや、今はあのここが4ブロック4台使ってるから結構空いてしまうっていう感じ。待って、ジュニーのあれ見よう。13マジ？ママのマ？ちょっとこれ更新しよう。サムスダイスあと100。あー勝也ね。あ、そう、スマホと勝也ができたらしいですよ、近場に。え、行きました？俺も行きたい。半分ぐらいスマゼでまだ勝也。ちょっと面白い。続いて配信台準備しますね、お待ちください。さあ配信台誰が来るのか。午前ブロックは、あ、コマさん1位抜け、スマッシャー、オノノックスは、タブ強コンタクト、アタキ。まあ、多分、こうだったっていうプールの写真上げてる人は、多分、ジュディに結果見られて、それまとめられてたりしますね。混戦ちょっとしてますね。様子を否定してるかもしれないですね。さあ、やはりガクトネス強し。ガクトネスは強い。さあ、スマパー、なんか優勝しましたね。スマパーでしたっけ。神スマ優勝かな。あとなんかオフライン、関東のオフライン、なんか上スマ、なんか オムナートさんとピースで写真写ってた覚えはあるんで、 あれでなんか優勝してたの覚えてるんですよね。マイスター G の男。いやー強いな。補助行った方がいいかな。行ってきます。あ、でも来た。はい、一ピーさんとセッコさん。はい、OK です。一ピーセッコ、一ピーセッコの2名です。
さあ来ましたよ、配信専属キャラルカリオ。なるほど、ユピさんさっき配信出ましたかね。ユピさんまだですね、うん、まだのはず。梅プロか、優勝者。あ、そう、梅プロだよ、梅プロ。配信初登場の方、いつのは Ｂ さんですね。で、対するのはルカリオ使いのセッコさん。どのようなキャラ同士で対戦するんでしょうかと。そうだ、キングクルールだ、リストにあった。なるほど、さあ新キャラ来ましたね。キングクルール来ましたよ。キングクルールとルカリオですね。残念ながら、おっと、吸い込んで、惜しい、40%。 15% 入ったの、すっ飛ばし。そうなんですよ、吸い込むと足軽く高すぎだよ。そうなんですよ、弱くなっちゃった理由、裏付けるでしょうか。皆さんどうでしょうか。アーマーが熱すぎて、あっ、これリスクつけられていいですね。87%ということはロケット続きのエモーション、パッケーしっかり掴んで埋めて、上駅を中にありますね。上駅のサイズがうまいんだよ、キャプテンクルール。これ面白い、なるほど、キルートをしっかり潰していく、今のうまいですね。なるほど、あ、痛すぎ、32%、うまいぞ。あそこワンボタンだから OP が狙っていくか、しっかり上から OP、キルール強いのでは。うまいね、つかみ前投げ、王冠でガード固めて掴みに行こうと言ってくれるんですね、面白い。あ、これも、あ、いいカウンターで消し飛んだ。いやいやいや、ほかほかルカリオの横スマカウンターした。そりゃ消しとくわ。ジャストシールから倍率どんだけかかってんねん。つか通って、そっかそっか、つかみは属性だからガード貫通するのか。いや、しかしこれは強いのでは。波動ガンタムですよ、これ。そうですね、ここですね。これも多分激戦しますよ。ああ、 DA めちゃくちゃ、あー、うまい。さあ、うまい、これは。そうですね、クシャから空中へ、なんか対地メテオ当たりますね。危ない、なんで対地メテオから空へ狙ってますけど、ジャンプ読んでいた、掴みも通らず。ここはハッケー、ワンテンポずれてガンダッシュが怖いぞ。うまい、惜しい、でかすぎ、ほど耐えるんかい。キングクルール、多分スマブラ SP で一番重いんじゃないですか、キャラクターとして。どうなんだろう、重さの数値で見たら相当重かった気がする。これ135とかだった。発景で、なんか途中のフレームに食らった瞬間に、あー、危ない。待って、大丈夫、まだ激戦もなくて、ね、ストックさえあればルカリオはどうにでもなるぞ。埋まってる、ウェキョー激戦。これは若干ベクトリア吹っ飛びずらしですね。ずらしが若干悪かった。ミーキングルール、いや、リストック目までの流れやば、おもろ。いや、あのカウンターの消し飛び方面白かった。やっぱクッパの次だよね、クッパが一番多いよね。やっぱクッパか、クッパ138のクルール135とかか、クルール135とかなの覚えてるんですよ、クッパ重すぎでしょ。あのクッパで一番多いね、138とか7だった気がする。クッパの強さですわ、もしかしたらそうかもしれない。キングクルール、ポグ、なるほどね。キングクルール、キングクルール存分にね見せていただきました。強みゲー、NB はやはりあの2ストック目の復帰ルート潰すのマジでうまかったっすね。かった、ジャンプで砲弾を出して下に行かせて吸い込みが待ってると、そんな使い方できるんですね。キンクル強し、やはりまだね、その見たことないキャラが多いから喋ってても面白い。このブロック結構新キャラおりません。新キャラ多いっす。キングクルール、特にパッククラワー、パックだね、特
ケトレも実質新キャラとして数えてよろしいですか。まあね、不思議そう新キャラなんでね。X いなかったんで。確かに。そこで今回リザード出演してない疑惑出てますけれども。X は実質1キャラみたいな。そう、X 実質1キャラなんで。配ろた。スネークもまあ復帰キャラではありますけれども。まあ変わったのが下スマぐらいですかね。スネーク変わったの下スマぐらいですかね。下スマと、あとリキータは結構変わりましたよ。リキータ強くなりましたね、露骨に。変わりましたね。はい、進み具合、予選をちょっと4台進行してる関係、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとね、どうしてもなんか 5% だとむしろ埋め時間増えてるみたいなこと聞いたんですけど、本当ですか？本当です。あの BKB と KBG っていう技に数値が設定されてあるんですよ。で BKB っていうのがベースノックバックって言って、例えばあのネスの前投げ、ネスの前投げなんかあの 0% でもめちゃくちゃ吹っ飛ぶじゃないですか。ただあの 5% でも吹っ飛びほとんど変わんないみたいな、いわゆるその技自体の元の吹っ飛ばし力、うん、あれを下げられたんですよね、うん、ずっとあの埋める技の、うん、でそうするとあの 5% になっても弱いままなので、うん、その分パーセントが高い時に埋まるように、うん、KBG っていう数値が増やされたという調整をされてるんですよ。まあ難しいと思うんで、まあ、比例段階的に埋まる時間は伸びましたよと思っていただければ大丈夫です。その分その比例の一番最初の部分が短くなりましたよということです。まあ、低パーだと埋まりにくくなって、うん、高パーで埋まりやすくなったという調整ですね、うん、はい、あの切片が縮まって、係数が伸びましたよということでございます。これで分かるかな。数学の授業ですか。中学校の授業何度かこれで分かれば、はい、傾きがね急になったって感じ、ね、そうです、傾きが急にありました。この調整が吉と出るか京都出るかは我々には判断がつきません。そう、ゼロスーツサムスなんか逆に超強化をもらってますからね、うん、なぜか。おそらくね、まあ、フリップの踏みつけ面でも、うん、そうなんですよ、いろいろ考えてるんでしょうね。お、なおとなお対なおと、なお対なおと、なおとホムナオトさんみたいな。カービースネークですよ。ルーシアさん的にカービースネークのカードどうすか。まあ一言で表現するならばスネークがめんどくさい。あ、逆にめんどくさいです。不利とは言いません。あ、なるほど、うん、その辺は、まあ、X の頃もそうだったんですけれども。あ、そうなんですね。はい、スネーク側はめんどくさいです。やっぱ小ささ。そうです、小ささと、ただじゃやっぱ意外と、あ、やっぱそれでなんかピチューとかもめんどくさい、めんどくさい、まあ言われてるね、やっぱ小さいキャラめんどくさいんですね、はい、X の頃からねカービィはずっと言われてました。めんどくさいです。カービィ側がじゃあ有利なのと言われると、それは君の目で確かめてくれ。おっと、ファミ通の攻略本かな。V ジャンプブックスです。なるほど、あ、そうか、 V ジャンプだった。君の目で確かめてくれ。ファミ通あれだ、大丈夫、ファミ通の攻略本だよ、だった大丈夫じゃないんだよな。そうっすね、ただまあ今回はどうなんでしょうかというところですね。あのまあスマブラ X の話になっちゃって恐縮ですけれども、スマブラ X でねこのカードはね実はスネーク側を掴んで下投げした後カービィの行動のうちの6割ぐらいを潰せます。あ、なんか見てから遅いんでしたっけ、起き上がり攻撃が、うん、遅い組なんでしたっけ、うん、あと基本、転がり上がりとかに弱が入ったんすカービィあまりにも、うん、なんか入ったんすよ。そう、めくられへんかったんすよ。実質その場上がり 4つぐらいのうち2つは弱置きで潰せたようなはず。あ、それで6割っていう、うん、ほぼほぼね。なるほど、スネークカービィです。こちらも僕からしたら懐かしのカードでございますが、スマブラ回避、そしてスネーク側がめんどくさいな、このカービィのしゃがみですね。カービィ側はどのようにこの手榴弾をかいくぐっていくかというところ。カービィ側はやはり吸い込みたい、吸い込んだか、スネークを吸い込んだカービィは間違いなく最強キャラですマジで強いです。ただジャンプキャラが持っている手榴弾ではないんでねマジで強いです。なるほど、正しい手榴弾はスネーク使いレベルの使い込みが必要なので、そこは要練習、カービィ使いに期待に。全く同じ挙動のエレビーに使いますか。そうです、全く同じです。あ、そうなんですね。それは知らなかった。落ちないんですね、うん、だってカービィでスネークなんてやったことない
あ、そうなる、そういう調整なんですか、カービィ。なるほど。あ、若干高くなるんですね。後ろでね、後ろでコモルティさんから返していただいてますが、カービィのコピーはちょっと強くなるんですね。なるほど、カービィのコピー能力は原キャラより強くなるという小知識聞きました。小知識、うまい。上行きよ、上行きよ。空中は入らず。あー、そうやね、ファンダンダーさん分からへんね。確かに持続エアの 1. 何倍とかなったら別やけど。この壁をカービィはどうやってくぐ抜けるんでしょうか。僕には分かりません。この手榴弾の雨に、このタイカービィ分かってますね。前ジャストシールドからかなりしんどい展開。手榴弾手前投げはもうそれ読んでそこでガンダッシュしていくしかないんですよね。わあ、せっ、まあ、ダッシュしゃがみですかね、やはり。これはガンダッシュ、あああああ、怖すぎー、もう危ない。さっき C4 がバタフライになってましたね、地味に。そうなんや、見えへんかった、よう見てる。そう、なんか何割かの確率でなんか、あの蝶々の型になるらしい。今回はじゃあ前もなやった気がする。そうそう、Xの頃やった気がする。頃からなんか確率である。あー、怖すぎー。どうする？掴みをこすっている。ちょっと足りんぞ。パーセントが足りないぞ。スネークの重さをカービィがギスするのはこれはヨコスマ上様が必要だ。やってしまったー。なんだなんだ。やっちまったぞ。さあ、これは若干美味しいぞ。美味しいぞ。美味しいが確定。これは確定。さあ、1ストック丸丸リードのアウトスネーク。カービィ側が狙いたいな。これ集団持ってる時に上投げですね。あ、なるほど。そっかそっか。カービィ側は投げ目で。上投げ行きたかった今の。後ろ回避を選択してしまった。九死に一生のアウトスネーク。今のはね、ガンダッシュ掴み上投げで上で集団爆発してスネークだけが吹っ飛んでスネーク撃墜という、あれ、ね、危ない有名でしたね。これそれメタスネークダブルスとかで見るやつですね。そうです。あ、うまい。なるほど、これはお見事。 DA 強化された DA が見えた。判定最後までたっぷりなんでしたっけ。ちょっとタイミングがずれてしまった。 67% 対 49% 手榴弾予知上等。さあ、この空中ダッシュでの着地拒否、これはもうしょうがないんでっていうことですね。しっかりと徹底しますね。ナトスネーク非常に重いこと。この拒否ですね、ここをどうやってかいくるか。 DA が飛んでくるとですね、差し込みたいところに DA が置いてやるとやはりカービィ側がしんどくなる。あー、反転してしまってる。下投げ展開はいいがすぐにリセットできる。横スマッシュ、さすがにパーセント足りず。あっ、カキーやらかしですね。まだまだだな。さあ、思わずナオドスネーク、思わずなおカービィ苦笑い。めっちゃ笑ってる。正解択ですね。いや、このカードやはりカービィ本当に辛そう。まあ、そもそもスネーク対策をしなければいけないので、 そこからですね。ナオさん、上投げ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 、あった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 、見てて全然あった。なった、上投げ狙えるところで後ろ回避で仕切り直しでね、結構してた。うん、やっぱそういうの狙っていかないと無理やわ。うん、上げてたわ。さあ、カービィスネーク。さあ、なんか別のブロックではなんか20人ぐらい人だかりができているブロックありますね。何してんやろね、あれ。どこのブロックだあれ。続いてナオさんが残って、セッコさんかな、ナオセッコ。さあ、行きましょう。さあ、おそらくカードはルカリオカービィでしょう。カービィ、ルカリオカービィね。どんな感じでしょう。
マリオカート、もちろん僕は初めて見るカードなのでどのようなカードになるか分かりません。下今日転倒せず踏み台ジャンプで仕切り直し、ハケ空中前 DA 飛び込んで、下今日転倒確認ができず空中前、うまい崖ジャンプから復帰、しっかりと新速使ってリードを取っているのはナオカービー、横スマー 20% 波動弾 19% 一気に追いついた、攻撃3発で追いついていく、これガルガリオやはりいいですね。一瞬で怖くなりきた、よく上スマッシュ狙っていった、空白うまい、崖奪いになってしまった、空白に至るから DA 持続を当て、さあさあパーセントリードはなおカービィ、しかしこれハッケーとか食らったらカービィなんて撃墜しちゃいますよ、消し飛びそうですね、復帰措置を狙いたい、横スマッシュ、なるほど、いや見えてましたね、一瞬していきましたね、ルカリオ側も横スマッシュ見えてましたね、しかし発生の速さが打ち勝ったと。この足から確認、空中前 DA でしかリターン確定ですね、取ってきましたね、どんだけ判定残ってんのコラザ、そらそうやろ、まあ、確かに見た目通りじゃないと困るからな、そうそう見た目通りや、はっ掴みでしたね、危ない弱暴れて 72% 対 110% 空中しろ、まあいいですね、あのダッシュ反転ショートジャンプ空しろ、カービス会長練習してるのが伺えますね、あー横行桜田やつしかしそんなん許すかと、いやでも強化点出ましたよやっと、でも何しとんねんって感じで掴まれて、結構連射力上がりましたね、上がりましたね、シークの横行、ああなるほど、うん、あ確かにあの蹴り上げ感ありましたね、速度が下投げ、さあさあルカリオ側はしっかり拒否したい、空中後ろ、いやこれ五分では五分ですよこれ、危ない 23% 完全に五分だ、いやもう、いやむしろルカリオ有利になる、ワンバックエアーですよ、 DA飛びすぎもしかしてカービィ参戦しろのでは、いやしてますよ、若干してます、ちょっとねベフヘンはミスっちゃったかもありますが、よー飛びますね、えらい本当にえらい、 DA でゲスゲーのカービィの規模点灯確認ができず、上投げ空中前は入らず、波動弾横様溜めてる、 DA いいですね、まあと読んでいたが波動弾ため、下今日から組前落とし、組前落としありますね、組前落としから横様の確定です、おしゃれ、波動弾使うDA 回避でさせるのいいですね、やっぱり回避には刺さるんでね、あの弾が痛すぎる、一瞬吸い込みモーションが見えたが若干薄かった、まあ、まあ、そういうことはある、そういうことはある、波動弾吸ったら回復しますかね、しますね、なるほど、できます、おそらくできます、できたらいいな、でむしろそのまま吐き出して超威力の波動あの星弾を返すという手もと思うなきにしもあるんです、ある、あの、ね、下入力で吸い込みじゃなかった、吐き出せるのがそのある程度ダメージの高い技限定なんですよ、あそうなんだ、へえ、波動弾いけると思う、このレベルの波動弾いけると思う、掴み通って116%対 16%、そこそこっかり疑い、ゴブですよ、空中しろ、まだ撃墜はならない、横スマとかが怖いというの、あっ崖前空しろ、懐かしい、さっきぴったり見せていなかったここで見せていく、予選やで予選やで、アキラさん予選予選、ほら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 、あっ勝ったのはナオカービィ、さっき言いましたよ皆さん、第1シード第2シード、あ第1第2の対決ですね、注目のカード、さあ関東でやりシリーズ、関東勢同士関西に来てもスネークネスでしょうか、でもさすがに
ロックマンかな。そのためのロックマンかな。やはりやはりロッキーメンですね。ロックマンですね。岩男ですね。まあやはりそのスネークはアーネスがかなりきついと言われている、まあ、無限にサイマグで座れますから。ただあのアライ曰く、いや俺はアネスにもリュカにもスネーク出すよって言ってました。あ、そうなんや。へえ。ただあいつの人間性能の高さゆえなので分かんないですね、まあ、実際の相性は。ね、最後の方までスネーク1本でやってたからな。メタに使ってたけども X の時はやはり強キャラ。掴み通ってピケサンダーリーフシールドから、あーなるほど、上スマッシュでほぼいろいろ対応できると。あー、ジャンプキーファイアから空中前、 PK サンダー、うまい、ギリギリをしっかりと駆け狙っていって、うますぎますね今のは。 PK サンダーするんでしょと。だから斜め上にメタブレで牽制しますと。さあ使い込み光りますね。面白いですね。さあ斜め上から無限に空中前、炎を振らせるんです。無限に PK ファイア出てくるの、ね、やばい。うまい、空後ろ重なってから掴んで空中へ狙っていったが何も起こらず、 PK ファイア当たってメタルブレードから空中前、あー空中上、これは崖行くかの読み合いで下妻を読みましたかね。下ロックマン側やはり怖いですからね。下妻めくっていて、ここは何も起こらず空中後ろから掴んで、これのセットプレーうまいですね。追いつきたい記者ロックマン。空中へ空中へ PK サンダー、これは避けてあんまり後つきなくて、空中へ対空、これは後つきなくてメタブレ確定せず、スライディング暴れ通って空中後ろ、まだ大丈夫、復帰阻止いけるか、おっと惜しい、ハードナックル当たらず。これは崖際に当たったので撃墜 51% のまま追いついて、ここで火力を取る各社ロックマン、リードを広げるか。ガクトニス空中に取るから PK ファイア当たってずらし完璧ですね。危ない、空中に取る PK サンダー、なるほど、横火当たりそうやったんでね。えっ、この射球を連射いく、空中も暴れ、竜の壊しを回せるような壊しですね。空中前 PK ファイアの発生前 42% と 106% リードしてるのはガクトニスで、 PK ファイア空中前、サイマグネットの使い方が光りますね。あれを使ってめくっていくと、下スマッシュ逆だった、全部反転しっかりガーキ上がれ攻撃入れてますね。おお、なるほど、まさにギリギリを狙っていった。空中後ろ普通、リードはガクトニス、さあ前の空中前 PK ファイヤー、壁が硬くて植木を空中前暴れ、なんとか通していくが前も吸い込んだ。このサイマグネットマジで使い方無限って感じある。このサイマグ突撃も、この差し込みにもなるし、この豆を吸収できる可能性もあると、うん、あ、これはうまっ、いか、あー、なるほど、 PK サンダーに対してメタルベイドはしっかり機能してるのがいいですね。なんとか帰って、ここでストック追いついてしまえばまだワンチャンス。ガクトネス上強ロックアッパーは傘当たり、しかしストックの中は優秀なので当てていく。いやー、分かってますね、ギリギリ素晴らしいですね。最後まで諦めていないあたりがさすがというところですね。待ってて、あ、うまいな復帰、やっぱそのネスの最先端のネストがいる地域だけある。あっ、なるほど、なんとか帰って空中へ、さすがにパーセントを締めというところですね。さあワンチャンス、海対記者ロックマン、 PK スファイヤー横強ガード読み合い、空中ショット空中ショットの壁が怖くてスライディング追いかけっこ、あと着地から掴み通って撃墜、勝ったのはガクトネス。今の鬼最後の鬼ごっこ面白かったですね。
ダッシュ速度完璧に同じじゃなかったんですか、さっき。ほぼ同じだった。ちょっと面白かった。待て待てって感じしましたね。医者さん苦しくないですか？参拝しちゃいましたよ。結構苦しいですね。あ、そっか、トッチーさんのパックンフラワーに上投げ空上されてしまったんだ。じゃあちょっと鼻が。ガクトさんは今のところかなりいいペースで勝ってるんじゃないでしょうか。やはり関東最強ネスト7回ガクトネス、やはりねこのネス強いですね。待て待てって感じでしたね。いや本当に強みを押し付けるのがうまい。確かにこれでもかと強い行動を振って、終わった配信内、終わったっぽいですね。全試合終わりました。予選ブロックまだ試合残ってるところありますか？あったら手挙げてほしいです。配信台が2台とも空いたので、もし配信台を使って進めたいところあれば使ってもらって大丈夫です。さあ配信台なんか空いてるっぽいとこありましたね。試合まだ残ってる。ノッティさん、ノッティさんが手挙げてましたね。じゃあさっきなんかノッティ手挙げてなかった？あ、配信で試合進めれるところありますでしょうか？もう一回あったら手挙げてほしい。試合残ってるとこ、いや試合残ってるとこないですか？なかったら配信台フリー台として開放しちゃいますけれども、ないですか？配信台で我こそは予選詰まってるところないですか？見せたいみたいな人いればいないですか？いなさそう。なさげですね。あ、ガクトさんのブロックは全て終わりました。試合が、あの今回栗田子さんお休み なさそうなので、まあフリー台にしますか。じゃあ配信台フリーにしますので、配信台でフリー対戦したい方いらっしゃいましたらどうぞ。予選、一段落つきました。ここもう終わりそうなので、配信台は一旦フリー台として開放します。